以前白石駅は佐賀県貴島郡白石町大和福田にある九州旅客鉄道長崎本線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅互いのホームは古戦橋で連絡しているホームは817軽電車に対応しに両分がかさ上げされている下り線を通過線とする一線スルー配線となっている駅舎が下り線側にあるため 特急列車の待ち合わせがない場合には普通列車を上下とも下り線側に入線させ乗降客が古線郷を渡らずに済むようにする柔軟な運用が行われている。朝夕のラッシュ時は最寄りの2つの高校に通う学生と町外の学校に通う学生また通勤客で混雑するため本来ならば当駅において車内生産を行うワンマン列車でもすべてのドアを 開ける対応をしている。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅だったが2016年3月に無人駅となった。2016年10月15日、駅東側を通る佐賀県道36号、竹尾福富線の拡張工事に伴い、新駅舎の共用を開始した。新駅舎は旧駅舎の南側に新築され、待合室と 公衆トイレが併設されている。2020年度の1日平均乗車人員は649人で、ある。白石保養院白石町立六角、小学校あたり駅は1988年4月1日から1989年4月30日まで、佐世保線の大町駅とともに、最長片道切符の起点駅となっていた。それまでの最長片道切符のルートは、 地区線の明野浜駅を起点とし、宗谷本線、天根北線の音稲布駅を終点とする、片道ルートであった。このルートは、音稲布駅南稚内駅間で、宗谷本線、天根北線を経由した環状ルートを形成し、また、片道ギップの発売条件は、同じ駅を二度通らないことであるため、逆方向は認められなかった。 ところが1988年3月31日に、松浦線が松浦鉄道に転換されたことで、九州と本州の境界である、文字駅を起点とした場合の九州内の最長ルートは、最後が、非前山口駅諫早駅間で、長崎本線、大村線、佐世保線を経由する、環状ルートとなり、非前山口駅を終点とする経路となった。このルートを、 最長片道ギップに組み込むためには、おといねっぷ駅、または、比前山口駅から一駅間を、ルートから外し、起点、おさしま駅、または上おといねっぷ駅、終点、比前山口駅、もしくは起点、比前白石駅、または、大町駅、終点、おといねっぷ駅とする必要があった。ここで、比前山口駅、比前白石駅、大町駅間の距離は、 同じ 5.1km で、ートイネップ駅からの一駅間はいずれも 5.1km より長かったため、比前白石駅と大町駅は、双方とも起点駅として成立することになった。最長片道切符の奇襲点駅が複数存在するのは異例のケースであった。1989年5月1日に、天北線が廃止されたことに伴い、最長片道切符は、 起重機転、様に駅、終点、比前山口駅の片道ルートとなったため、二重起点は消滅した。1980年まで、当駅に急行、出島の一部が停車していた。ありがとうございます。